ニキイチチロマノフ。イヴァン・雷帝時代の貴族、ニキータ・ロマノビチ・ユーリエフ・ザ・ハーリンと、その最初の人の愛の子、ミハイル・ロマノフの父、雷帝の子アナスタシアはおばにあたる。ヒョードル・ニキーチチロマノフの名が、資料に所出するのは1585年頃、ヒョードル一世に付き添い、ノブゴロドに降軍した際である。1586年には、貴族の位を得ていた。 1590年には、軍司令官として、スウェーデンに降軍。ニジニノブゴロドの大官を経て、ヒョードル一世の死の後、サーリの有力候補になったが、ボリス・ゴドゥノフが選出され、彼の下に入る。1601年、ロマノフ家一門が失調をこむり、ヒョードルも提発され、北方のアントニエフ・シースキー修道院に流された。聖教会では、夫婦が、 別々の修道院に入ることができるが、この例外的な規定を利用し、強力なライバルであったロマノフ家当主であるヒョードルに、対し、夫婦それぞれ修道士になることを強要したのが、ボリス・ゴルノフであった。この時、ヒョードル・ロマノフは修道士となり、修道名、フィラレートを与えられた。ヒョードル夫妻にはすでに子がおり、これが、ミハイル・ロマノフである。このミハイルが後に、 ツァーリになったことから、総主教とツァーリが親子であるという歴史上非常に珍しい事態が生じた。ボリス・ゴルノフの死の前後より、ロシアは後継者をめぐって大動乱の時代を迎える。動乱が収束した後、モスクワでツァーリに選ばれたのはミハイル・ロマノフであった。ロマノフ長がここに創始されるが、16歳のミハイル・ロマノフはおとなしい人物であり、 実験は貴族たちによる全国会議に握られていた。さあリ権力を抑制するという貴族たちの意図が働いた人選であった。このミハイル・ロマノフの父であったロストフフ、主教フィラレートが総主教、エルモゲンの後継として1619年にモスクワ総主教に着座すると、フィラレートは勢力的に軍政改革を含む様々な世俗面での政治改革を行い、 ボリス・ゴドゥノフの死後失われていたモスクワ大公国の国土回復に力を注いだ。ミハイル・ロマノフ自身の政務への意欲の少なさにも一因のあったこの総主教による政治は東ローマ帝国とその正教会の理念であった世俗権力と教会の調和としてのビサンティンハーモニーを前主とする高台の正教会関係者から批判されるものである。 貴族たちによる、チャーリ権力の抑制、そして創主教フィラレートによる統治に見られるように、17世紀前半には、未だチャーリの権力はそれほど、絶対的なものではなかったとも言える。ただしこうした、ビサンティンハーモニーの破壊と教会の世俗権力への、介入は、政教の相互不可侵性を否定した面も有しており、世俗による教会への介入という逆もまたしっかりとする。 政治力学を否定するのを難しくする結果も将来した。ありがとうございます。